製造制作者のためのオンラインコミュニティステップを運営しています勉強会やイベントでスキルやモチベーションもアップ案件の獲得までできます詳しくはコメント欄をチェックこんにちは、大峰です、えー、前回は人の肌をきれいにする方法について解説していったんですけどこの人の顔が動いたときにそれをこうどうやって追っていくかっていう、えー、追加の解説をこれからしていきますまずは前回のデータを開きますこれですねで開いたら 戻ります戻ると前回処理した美肌処理の結果がパワーウィンドウで範囲を指定されているっていうのが確認できるこの画面に戻りました。でこれから今回お伝えするそのターゲットを追尾するっていう方法をお伝えするんですけどターゲットを追尾するってどういうことかっていうと今静止画的な扱いでこの顔の方にパワーウィンドウを当ててますけど。 これ動画なんでもちろん再生すると微妙にずれるわけですよこうやってこうやって特にこの最後の方でですね横向くんですけどこうやって横向いた時に随分外れてる上に頭あ、まあ、髪の毛でまでかかっちゃってるんでその美肌処理がね髪の毛がちょっとだけもやっとしているっていうそういうのを極力減らしたい減らしたいってことはこのパワーウィンドウの形状を変えたいってことなんだけどそういう時にも、えー、じゃあどうやってやるのか なので今回はターゲットを追尾する方法とそれを微調整する方法この2つのポイントがあると思ってもらって見てもらえばいいかと思いますでこのまずターゲットの方の追尾からなんですけどまず1つのポイントは大事なポイントとしてはこの今この濃度でパワーウィンドウを適用してついでにミッドディティールこれですねミッドディティールも調整してあげています 1>, 1つのノードでパワーウィンドウとミッドディティールこの2つのパラメータをいじっているって考えてもらえば分かりやすいです。で、さらに今回追加でこの同じノードでこのウィンドウのですねアイコンの右側にあるトラッカーっていうアイコンこれ2個でワンセットと考えてもらえばいいと思います。このトラッカーをクリックします。そうするとこういうふうに画面が切り替わって ここででトラッキングををする、えー、設定というか処理を、えー、できます。まず使い方としてはですねこの再生ボタンっぽいものとか一時停止ボタンっぽいもので、えー、基本的に、えー、これだけで OK なんですけどこことこの5つのチェックボックスパンチルトズーム回転 3D その横にクリップフレームでそこに下の方によくわからない空間があると。 下の方は今回無視するとしてこれ何かっていうとまずこの左上の方にある再生ボタンとか一時停止っぽいものをクリックすると自動でダヴィンチ・レゾルブがこのパワーウィンドウで囲まれている今回顔ですね顔を自動で認識してどん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 左から右に追尾して処理をしていって追尾します基本的には簡単なまあ今回もそうですけど 簡単なものだったら何もせずもう何も考えずにこの順方向にトラッッキンングっていう再生ボタン的なものをクリックリするだけででしまいですだけどそのより精度を高めたいとかその処理を早く終わらせたいとかだったらこの少し右側にある5つのチェックボックスをそのトラッキングしたい、えー、オブジェクトの特性を考えながらチェックボックスを外してあげる。 といいです今回だと再生するとこうやってシンプルな動きですよね縦か横かの動きしかない縦か横ということはパンかチルトしかないのでズームいらないし回転もいらないし 3D ももちろんいりませんこれで OK ですこうすればそのダヴィンチリゾルブ側で処理する内容がシンプルになるので速くなるしより正確にトラッキングができるようになりますでこのクリップとフレームっていうのは デフォルトだとクリップなんですけど、後から説明する時は、後から説明するんだけど、フレームも重要で、要はこれ動作モードですね。動作モードの違いです。クリップは全体を調整するときに、まずクリップモードで、この再生ボタンみたいなものをポチッと押してあげて、トラッキングして、微調整したいときはフレームに切り替えて処理をしていくという流れになります。じゃあ、まずは、 実際にトラッキングをしていきましょうボタンを押しましたするとあっという間にトラッキングできているのがわかりますそれで再生するとこうやって見事に顔が顔の動きに合わせて追尾しているのがわかるとはいこんな感じで大丈夫ですただその最後の方で横を向く瞬間ここで もっとウィンドウを小さくしたいとか位置を変更したいとかそういう場合があるんですけど特に今回はそうですねそういう場合にじゃあさっきちょっとお話ししたフレームモードに切り替えてここでまずんここでとりあえずそうですねん横を向き始めた辺たりですかねここら辺ですかねこここら辺でこの マウスカーソルの部分にあるダイヤのスペード的なアイコンこれキーフレームアイコンなんですけどキーフレームを、えー、ここで作ってでこことここの上の方にちっちゃくあるこのアイコンの間をこれからアニメーションさせます今作ったキーフレームから最後の方に移動してそしてマウスカーソルを 大きさをパワーウィンドウの大きさを変えてあげると、うん、まあ適当で今回はいいんですけどこういう感じにしましょうかそうすることで、えー、この白いキーフレームの間がアニメーションするようになりましたこうやってそうするとさっきよりもだいぶいい感じにトラッキングしてくれていることがわかります こういういにですねその、基本的にはもう全部チェック入った状態でクリップの状態でトラッキングただここを押してあげるだけでほとんどの場合においてはただ例えば動きが不規則とかもしくは複雑とかあとは前面に、ま、あのこの要は被写体の前に例えばオブジェクトが重なったりとかねいろんな 撮影している最中にいろんなものが重なって人と人が行き交うような場面とかでこのトラッキングし,てしたい対象を見失ったりするとこのトラッキングがうまくできないことがあるのでそういう場合はすぐにフレームモードに切り替えて個別にその要は問題のあるところだけを今のこのアニメーションさせるような手法で微調整してあげるっていうそういう処理が必要になります。 だけど簡単に使いたいだけだったらもう全部チェック入った状態でとりあえずこのここのカーソルを一番最初に戻してあげてこの順方向にトラッキングボタンを押してあげるだけで基本的にはほぼ完了という簡単な処理になります前回お伝えしたそのミッドディティールを使ったそれとパワーウィンドウを使った美肌処理とこのトラッカーの機能っていうのは 結構こう多用するし、ほぼほぼワンセットみたいな使い方も多いので、ぜひ、その美肌処理と一緒に、このトラッカーの処理、使い方も覚えてもらえればなと思います。以上です。